鈴蘭の里駅は長野県諏訪郡富士見町富士見にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。当駅の近隣に事業所を持つ成功エプソン株式会社が事業所へのアクセス確保と鉄道の有効利用を目的に設置を希望し、設置費用をおよそ2億円を負担して1985年10月にできた駅である。 スズランの里という駅名も妖精に寄り付けられたものであるが当時の国鉄としては得意なものであり物議を醸した由来は地元入りカサ高原の別名スズラン高原である相対式ホーム2面2線を持つ地上駅であるホームは森土上に設置されており線路両脇に各ホームへ上がるための階段が設置されている勾配の途中にある 地の駅管理の無人駅で自動券売機の設置がないため乗車券の購入はできないが乗車駅証明書発行機と簡易水化改札機が各ホームに設置されている。開業以来無人駅だが毎年8月15日の諏訪湖最古場花火大会及び9月第1土曜日の全国新作花火競技大会開催時の未社員による臨時発売がある。各ホームには 待合所が設けられており、また、特急列車が高速で通過するため、電車接近表示器が設置されている。さらに、JR 東日本長野支社の無人駅では珍しく、発車ベルが備え付けられている。駐車場が整備されている。駐車場脇にはトイレが設けられている。案内上の番線番号は設定されていない。1日平均の乗車人員は以下の通りであった。 駅周辺には国道20号が通り五社山神戸という集落がある。近辺に中央自動車道諏訪南 IC があるので交通量は多い。当駅の開業で成功エプソンの富士見、諏訪南両事業所へのアクセスは飛躍的に向上した。周辺にはこれらの他にカゴメの工場、富士見パノラマリゾート等がある。ありがとうございます。